あとさ、みやびで思い出した。みやびってさ、なんか距離近いんだよ、あいつ。パーソナルスペースないんだよ、あいつ。パーソナルスペース。なんか歩いてるとさ、もうなんかすげえぶつかってくるんだけど、あいつ何なんだろう。俺のこと好きなのかな。今思い出したわ。そう、なんかね、もうゼロ距離だよ。ね、手でも繋いでくるのかなっていうぐらい肩をさ、こう、くっつけてくるから。うん。雅くん距離近いってみんな言うね。やっぱそうなんだ。ねえ。それ CP も言ってた。みんなにそうなんだ、あいつ。じゃあもうダメだ。みんなにそんな感じなんだ。誤解させるだけさせて、そういうことなんだ。へえ。ねえ。距離感バグってる、あいつ。うん。ねえ。一瞬さ、わざとやってんのかなと思ったもんね。一瞬なんかあれ喧嘩したいのかなって思った。うん、あんな距離感のやつ初めてだったわ。うん、一緒に歩いてて、うん、ここまで距離近くなるもんなのって思った人初めてかもしんない。うん、ねえ、まあでもまあそういうこともありながらね、うん、別に嫌ではないんですけど、うん、今度逆にぶつかってみたら、俺がぶつかるとさ、みやび吹っ飛んでくからなあ。うん、ええ、本人のボディがちょっとまだ弱々なんで。ねえ、まあそんなわけでもね、次